5月31日、加藤和樹が、和樹加藤スペシャルライブ、ギフ2024、カウントダウン KK2 を開催した。同ライブは、加藤和樹の楽曲160曲の中から、ファンの投票によるランキング形式で構成された特別なライブ。本校では8年ぶりに開催された同ライブをレポートする。開演前、本人の登場に先駆けて50位から21位までの楽曲がラジオ形式で流れていた会場。その一曲一曲に反応し、時折悲鳴に近い歓声を上げるファンの姿はすでにこの企画カウントダウン KK2 を楽しんでいるようで微笑ましい。そんな中、21位の曲が流れ終わると会場は暗転。暗い客席後方から加藤がゆっくりと客席を通ってステージに上がると、2013年にリリースした自身が作詞作曲を務めた楽曲「愛言葉」を披露した。あなたに会うたび僕は恋をする、何度でも飽きることなく、これから先もずっと、という歌詞はまるでファン、そして加藤の心を代弁するかのよう。ピンスポットに照らされた加藤がアカペラで歌う姿は、さすがミュージカル俳優でもある彼らしい美しい夢を見ているかのような幻想的な空気感を織りなしていた。ステージは会場中から照明のバトンが下ろされ、どこか雑多な雰囲気、まるで歓声が聞こえてこなかった頃の杉の虚無感を想像させていたが、 SE と同時に照明バトンが上がり、そこから雰囲気を一変し、会場が明転していくと、レディーゴーで解き放たれたように一気に加藤とバンドメンバーがステージに彩りを与え盛り上げる。歌詞に合わせて1階から2階、そこに集まった全員と目を合わすかのように指差しをした。後で2007年に加藤が初めて作詞を担当し、それを元にした舞台化にまでつながった僕らの未来3月4日、作詞作曲を担当した奇跡へと続いた。ここまでノンストップで歌を披露してきた加藤は、ファンから和樹と声援が送られる中、ライブタイトルをコール。MC に入るかと思いきや、間髪入れずにウルトラワーカーを披露。スモークがたかれる中でホイッスルを吹き、観客がタオル回す。目まぐるしく色が変わるステージのライティング、そしてファンが身につけている連動型のライトが明快に光る中、大きく体を揺らして歌う姿からはポジティブなオーラが溢れていた。16位にランクインした「浴場リビドーマイナス」では、イントロの時点で歓声が。ピンクと赤のライティングの中、ジャケットを大胆にはだけさせて、シースルーのトップスから肉体美を覗かせると、会場からは悲鳴にも似た歓声が。軽やかにステップを踏み歌い上げた加藤に向けて、ファンからは絶えんばかりの「かっこいい」の声が送られた。6曲を披露した段階で、この日初めての MC へ。僕からは、くせ者揃いなので、全力でぶつかってきてください、と呼びかけると、会場のボルテージは一気にアップ。バンドメンバーを紹介した後で、スタンドマイクを握り、イージーゴーを披露した。赤いシャツの衣装にチェンジし、再びステージに登場すると、本、風刺音心の叫びで、心の内を解放。続けて披露された音楽劇「千本桜」の劇中歌「上弦の月」では、また違ったアプローチで胸に秘めた思いを表現。加藤の心の内を熱く、そして麗しく表現した2曲が続いた。休むことなく披露されたのは、15周年の際に加藤の今を再定義した楽曲「シャイニングロード2021」。華やかなステージと人の歓声、僕は今
この場所に立つ意味を知るという歌い出しは、コロナ禍思うように活動できずにいた時期を経て、5月21日に5年ぶりの声出しスタンディングライブ、カズキ加藤ライブ、ギグツアー2024リベレーションを行ったばかりの加藤の今を感じさせるようにも思えた。渋谷と会場に呼びかけ、もっと声出したいでしょと会場のギアをもう一段階上げると、再びタオルを回す楽曲ビーチへ、ファンの声に応えるように加藤もステージギリギリのところまで来て前のめりに歌唱。この直後の MC では、先日行われた声出し解禁ライブ以降、声の力を改めて感じたと感謝の言葉を述べた上で、だからこそもっともっと盛り上がってくれないとと呼びかけ、盛り上がりきっている会場のリミッターを外すかのように煽る。正直なところ、すでに何度も最高潮へと達しているかのようにも思える盛り上がりっぷりだったというのに。しかし、ファンも加藤も止まることを知らない。最高潮を更新し続け、いよいよトップ10の楽曲の披露へとつながることになった。10位にランクインしたのは、加藤和樹が参加する音楽ユニットジョーカーのファイアソウル。真っ赤なライティングに照らされる中、加藤は情熱的に歌唱、全身で歌詞に合わせた動きをしながら歌い上げる。続く9位に選ばれたのは、キャリア初期の頃の名曲インスティンクティブラブ。その懐かしさに会場は興奮。イントロが流れただけでわーっと歓声が上がるのは、ファンの投票によってセットリストが決まる本ライブならではの醍醐味だ。そんなファンの盛り上がりを聞き、加藤もまた盛り上がり、具合をアップ。頭を振り乱し、バンドメンバーの演奏に呼応するかのように近づき、体を揺らす姿を見ていると、加藤がライブという場を通してお互いにエネルギーをチャージしていけたらいいなと捉えていることを思い出させてくれた。2021年にリリースした今の世の中に対する問いかけを加藤が作詞した楽曲アンサーでは、会場の一体感が炸裂。加藤が手を挙げると同じように手を挙げ、歌唱に呼応するかのようにヘイと声を上げる。これが声のパワーかと、まざまざと感じさせられた。上げ上げでいくぞーと叫び始まったのは、初音ミクが歌うボーカロイド楽曲の名曲であり、加藤が主演を務めた音楽劇千本桜より主題歌の千本桜。加藤らしくロック調にアレンジされた同楽曲では、歌詞に合わせくぐり抜けたり打ちまくったりするような所作で曲の世界観を存分に表現した。再びステージギリギリのラインまで出て歌われたのは、音楽ユニットジョーカーのデビュー曲ナンバーワン。ここまで冒頭で披露された愛言葉を除き、ほぼノンストップでアッパーな曲ばかりを披露。これを加藤は直後の MC で、4番なしゃばかりでしょと満足気に質問。くせ者揃いなので全力でぶつかってきてくださいと序盤で呼びかけた手の内を明かし、ファンとようやく共有できたことを嬉しそうに話していた。続く5位には2006年のデビュー曲バーニングがランクイン。もうデビューから18年だというのに、言うまでもなく衰えを知らない。声を出し加藤への愛を伝える観客に負けじと煽っていた。続く4位では、曲が始まる前に後ろを振り向いたままスタンドマイクを横に持つ加藤。このポージングだけで会場はヴァンパイアをやると察したのだろうか。この日一番とも言える歓声が上がり、大人の色気たっぷりで見せると、会場も嬉しそうに体を揺らしていた。3位に
ランクインしたのは、5月15日にリリースされたばかりの新作リベレーションボックスからマシマシラブコール。推し活を応援する楽曲だが、加藤の推しラーメン二郎への愛を炸裂させた。この楽曲を会場と共に歌う加藤は、表情も柔らかで、今までの楽曲とはまた違う自然体な表情を浮かべた。その勢いのままランクインしたのは、ライブでも人気の高い楽曲灼熱フィンガーでフィーバー。パフォーマーたちと全力で飛び跳ねる。そして第1位にランクインしたのは、加藤の名を一気に広めたミュージカルテニスの王子様時にアーティスト加藤和樹として初めてレコーディングした楽曲フレーミングアイス。さすがは1位。この日の盛り上がりは名実ともに最高潮に。イントロが流れると大歓声が巻き起こり、手を挙げて曲に乗る会場。2006年の楽曲を2024年に披露しようとも衰えることのない、むしろパワーアップしている様は、加藤のプロフェッショナルぶりを感じさせ、本編は終了した。アンコールで登場した際には、楽しかった？と会場に呼びかけ、ほぼノンストップでここまで盛り上げた加藤がギターを持って、アンコールに用意したのは、5月15日にリリースしたミニアルバムからロックな2曲。ロカビリー調の25ファイトロックと、未来へ向かう前向きさを感じさせる楽曲リテイカーだった。約2時間、怒涛の勢いで会場を盛り上げ続けた加藤。この日、加藤は40歳を祝うバースデー公演を開催することを発表。これからまだまだライブを控えている加藤が、ライブ、そしてファンとの交流を通して、どんな姿を見せてくれるのか。期待に胸が膨らんだ。取材、分割りさセットリストプレイリスト各、ストリーミングサービス URL セットリスト M-1 合言葉、20位 M-2 レディーゴー、20位 M-3 僕らの未来3月よく、19位 M-4 奇跡、18位 M-5 ウルトラワーカー、17位 M-6 よく上リピード、16位 M-7 EG5、15位 M-8 コー、風刺音心の叫び、14位 M-9、上弦の月、13位 M-10 シャイニングロード2021ライブ、12位 M-11 ビーチ、11位 M-12 ファイアソウルジョーカー、10位 M-13 インスティンクティブラブ、9位 M-14 アンサー、8位 M-15 千本桜、7位 M-16 ナンバーワンジョーカー、6位 M-17 ワーニング、5位 M-18 バンファイア、4位 M-19 マシマシラブコール、3位 M-20 灼熱フィンガーでフィーバー、2位 M-21 フレーミングアイス、1位アンコール M-22 フライトロック M-23 テーカーライブ情報。和樹加藤コンセールツアー2024リスペクション、2024年6月20日木曜日福岡、アイレフホール、6月22日土曜日岡山、山陽新聞社、サンタホール、6月23日日曜日大阪ドームセンター、6月27日木曜日チップや桜ホール、加藤かつきライブインザダークツアー、星空リサイタルボリューム2、2024年8月26日月曜日、27日火曜日コニカミノルタプラネタリウム天空院、東京スカイツリータウン R、 8月31日土曜日福岡市科学館ドームシアタープラネタリウム、9月1日日曜日バンド神戸青少年科学館ドームシアタープラネタリウム、加藤和樹 40th Birthday Live in Billboard Live、ビルボードライブ大阪、1日2回公演、2024年10月6日、日曜日ファーストステージ会場14時開演15時、セカンドステージ会場17時開演18時、ビルボードライブ横浜、1日2回公演、2024年10月7日、月曜日10、
8火曜日ファーストステージ会場14時30分開演15時30分、セカンドステージ会場17時30分開演18時30分。